2000万とかもらえても一生絶対しませんね。やべ。レイキャビク来たぞ。はい、おはようございます。今日が14日目かそれぐらいかな、15日目ぐらいかな。で、今日はアークレイリーっていうアイスランドで第2の都市の本当に手前まで行きます。なんで今日も70キロぐらいなんですけど、今日はねもう膝がめちゃくちゃ痛くて、で昨日からかなりまずい状態なんですよ。坂はもう歩いて、あとは通常のところはなんとか漕いで乗り越えていきたいと思います。で今日も行ってきます。はい、なんかね途中にあったゴダホスみたいな場所に着きました。結構でかいね、スケールが。一旦ちょっと中入ってその後に見てみようかな。ちょっと足疲れたし、お昼も食べてないから一旦休憩。あ、いろいろ売ってるね。まあでもアウトドアグッズとかは結構多い感じかな、うん、あ、やっぱおなじみのアイスウェアとかがありますね。でも11,900だけどめちゃ安くない？え、普通に欲しい。かわいいな、こいつ。すく写真とかちょっと撮っていこうかなと思います。キャンプ場着いたんですけど、禁断のものを見つけてしまいました。ホットサンドメーカーだ。これやばいやろ。え、これってどうやって使うんだろう。挟みます。やば、めちゃくちゃうまそう。うめえ。あったかいものを食べられてめちゃくちゃ嬉しい、本当に。マーグー、こっち来てから本当にあったかいものを食べるチャンスがあんまりないから、しかも外で食べるのが多いからすぐ冷めちゃって、こうやって中で食べれるの最高、マジで本当にありがたい。風強すぎてマジで焦げなかったんですよ。焦げなくて頑張って押して歩いてたら
はい、乗せてくれました。本当にありがとうございます。助かりました。いや、エスランドマジ人が優しいよ。よし、そしたら黒内行きます。レッツゴー。てか非常口のマークと間違って面白かった。だって過去一の風じゃなかった。過去一だった、うん。え、それで走ってたの？そうだよ。いや、ソックス履いてたんだけどさ、あの橋でもうなんかこんなのさからだからソックス脱ぐしかなくて、うん、いや、ハンさんも、あ、ハンさんがね、チョコレートくれたよ。ハンちゃんもそう、なんか今日俺ホステル泊まるから。あ、そうそう、なんか今日一緒に出ればよかったととても後悔した。無事かって連絡が来てたからパパすぎる。でもなんかあのボナスにいるって連絡来てた。あ、今ね、一緒に向かってきてるんだね。アクリリ、対戦よろしくお願いします。これ、コタくんとタピちゃんの分。あ、コタくんは見てない。コタにバレないように食べよう。ハンちゃんから、うん、タピでは、トミさん誕生日おめでとうございます。ありがとう、マジおめでとうございます。誕生日バースデー、バースデー、ハッピーバースデー。ありがとう、マジで嬉しい。待って、やばい、私さ、私買おうと思ったよ。セルフバースデーしようと思って。嬉しい。いいですよ、ないですよ、みんなで祝いましょう。おめでとうございます。おはようございます。はい、それでは今日はこれから弘前の地へと向かっていきたいと思います。はい、このね、羽村キャンプ場、今回3日間お世話になりました。本当にめちゃくちゃいいキャンプ場でした。居心地が良くて、なんかね、昨日はオーロラが夜中3時ぐらいにすごく見えてたらしいので、めちゃくちゃ見たかったですけど、もうあと滞在があと多分10日もないぐらいなので、ちょっと様子見ながら、ちょっと睡眠削ってでもオーロラ待機する日を作んないとなと思っております。9月からね、オーロラが見えやすいってことなんで、はい、頑張って待機してオーロラをね、なんとか撮りたいなと思います。それでは今日も行ってきます。レッツゴー。はい、我らがネットで 50% オフのパンを買いました。これで100キロ頑張ります。寒い。
ばい、山めっちゃ寒かった。でもね、山を抜けたらなんと、はい、晴れ、あったかい。マジ太陽の素晴らしさを知る。本当にアイスランドに来てから本当に自然の素晴らしさとか壮大さ、てか自然の美しさ、もうなんか自然を全てを、自然の全てを感じるような旅になっていますね、今のところ。寒くて口が回んない、今日は残りあと33キロ、はい、頑張っていきたいと思います。レッツゴIt's green still, but this is the mountain road. Where? So we are here. Okay. And you're planning to go this way? Yeah. And this is another mountain road. They are the same height. So, they... so if you take a picture of this, then.is, okay. And then you can check this in the morning. Thank you. It's not green, and you shouldn't go.Okay. And you can call, there's a phone number somewhere. Yeah, they just put in attention, 21:57, this is like 20 minutes ago. Okay. The weather institution in Iceland have given a yellow and orange warning because of a northerlystorm, let's say outlook, which is basically a storm. The north and northeast of Iceland. From midnight, but there might be bicycles around. Already there are forming icy roads on the blue, on the road, the other mountain road here.気温が寒くて寝るときと朝もう6時ぐらいから目が覚めちゃって、はい、あんまり眠れずでしたが、はい、本日0度、めちゃくちゃ雪降ってる。キャンプ場にバスがついてるんですよ。温泉がついてるんで、ちょっとね、外国人スタイルで入っていきたいと思います。やべえ、最高。あったけー。
à la cimetière. Alors j'ai vu le pas de Julie.本では読んだことあって初めて レイキャビクに向かう道のトンネルが、自転車と歩行者が通れないのでこの47号線を迂回して、はい、レイキャビクまで向かいます。はい、それでは残りあと2日頑張っていきたいと思います。今日はね、60キロか90キロ60キロ先のキャンプ場がなんか臨時休業って書いてるんですけど、最近の Google のレビューがまた新しく乗っていたので一旦そこに行っています。で、その後にもし空いてなかったら90キロ先まで行きたいと思います。レッツゴー。
最強でアイスランド自転車一周ラストです。よいしょ、行きますか。レイキャビックへレッツゴー。帰りくんない。下通ってたんだ。怖くて途中下行きました。ちょっとまた車輪曲がったんで、まあ、あれぞ。また上行く感じですか。ダメ。あ、でもあとちょっとだよ。あと 3.8。 キャビックのキャンプ場着きました。でこれでね1400キロ走りました。お疲れ様です。イエーイ。はい、到着したので早速ねこのネットで買えるジッパーフルパンたちと、今日はねいつもコーラなんですけど安かったのでペプシにしました。いただきます。最高。目を忘れた。あばっか。お疲れでした。アイスランド一周。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやちょっとねまだ実感ないね。ないね。うん、全くないっていうのもここが初めての場所だから。あ、そっか。うん、確かに。多分チャリ屋さんに明日とか返却しに行ったら実感湧くのかなとは思います。うん、はい。確かにまだレイキャビックの街っていう場所でもないし。うん。レイキャビックって感じじゃない。レイキャビックってか私ねでもレイキャビックまだ知らないんだよね。あ、そっか。チャリ屋さんしか行ってないからさ、うん、そうだからまあとりあえず明日のチャリ屋さんですね、まあ、とりあえず1500キロ走り切ったそうですね。いや実感わかねえ。実感わかんないね。あ、ワダパウ着いた。大丈夫大丈夫。隊長ワダパウです。新メンバーです。はい、体調悪いです。はい、あとりあえず1500キロ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。走り切ったね。はい、まあ、そんな感じで、今日はね、とりあえず、まあ、実感湧かないから何とも言えんな。何とも言えないね。マジ何とも言えないけど、なんか終わったんだって感じは、しないな。しないね。まあ、とりあえず、はい。荷物を預けてるところがあるので行ったりとかして、はい、って感じちょっとゆっくりしましょう今日は。はい、しましょう。後日まとめます。ザザお疲れ様でした。水に終わってよかったね。確かにパンクとかはあったけど、ね、次は。
出した。突然だったんでちょっと何も考えてなかったですけど、まあ、とにかく楽しかったです。ありがとうございました。僕も楽しかったです。ありがとうございました。最後3日くらいの合流なんで、一人でアイスランドを旅してきますから。マジで。いいっすね。すごいだ。次はレンタカーで一周します。ありがとうございました。よし、みんな出て、はい、せーの、バイバーイ。 OK。